おいっす。前回はね、情けないけど、この緑のボス、フラワーに、どうしても勝てなかったんだよな。あれ、お宝3つゲットしてクリアするのこんな難しい？俺はなんかボスの戦い方に根本的な間違いがあるのかもしれないな。その創作というか調査も含めて、再チャレンジ、見せていきますよ。今回の動画シリーズ、あんまり編集する気がないからな。できるだけこうシンプルに進めていければなと思っています。なんだそれ。こっちの話をすんなよ、あんまり。完全に今のこっちの話だったから。でもこれ攻撃チャンスここしかないよな。それ以上に急ぎようがないもんな。でもここでもいけんのか。え、ここでもいけんじゃんか。なるほどね。いつものパンチングタイムを、俺はこっちが優位を持ってやってやったのがおかしかったのか。はぁはぁ。でもちょっとむずいっていうのは分かりました。はは、今のは超危なかった。はい、来いよ。貴様のパンチなんて、ハエが止まるようなもんですよ。えいえ。弱いんだよ。No, no, 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 no. あ、ありがとう。いいのかい？そんなに俺に攻撃チャンスを与えちゃってさ。俺は優しくないぜ。いや、ボコボコにされてんの俺の方だが。えいえ！なるほどね。一発目の向こうの、こう左手がくるくるっとしたら、それがロックオンだから、その後は、こっちの、なんですか？そんなこと何も言ってませんよ、俺は。何が、ええー！ちょっと、いやー。やっぱ、押し始めると負けるな。でも、この、単純に攻撃チャンスが2倍、3倍になってるようなもんだから、負けにくさとしては、負けにくさが何ですって？ そういうこと言うから負け始めるんだよ。オッケー！あと2発。俺もあと2発。一発の価値が向こうとは全然違うから。おいえ！ラス1だぜ。おいよ、熱くさせてやるぜ。え？ 君なんか今すり抜けバグが起きませんでした？えいらい！ぶっ倒したぜ。これでお宝も3つゲット。勝利報酬の王冠もゲット。よし、緑の間クリアしたぜ。エクセレント！ということで、次どこ行きましょうか。俺的に結構ね、この青の通路と赤の通路は、このね、ラストスパート感が強いんだよな。ということで、2番目っぽいのは黄色かな。黄色の通路行きましょう。積み木のお城。ただし、積み木、この黄色の通路もまあまあ難易度高かった記憶があるな。やっぱこう、作品の雰囲気としては、やっぱり、赤か青は最後かなっていう感じがするな。緑、エレベーター？ん？あ！そういうことか。三角のこれが鍵になってるのね。この黄色はね、結構このおもちゃ的なんかそういうコンセプトのステージなんだよな。あそこに、この三角のやつを、というか、多分なんか決まった形のやつを上のとこにはめると、エレベーター動くっていうシステムなんだな。まあ、見りゃわかるか。何を見ればわかることを偉そうに解説してるんだ、こいつは。先輩、それ、教科書見ればわかります。みたいなね。おお！偽ワリオ。
教科書に書いてあることを堂々と語ってしまう先輩はかっこ悪いと。エレベーターの中のこっちをどっちに先行くべきか。まあ、こっちから行こうか。お？なんだこれ。あれ？むずいな。あれ？ここ？これ出口専用か。すぐ出口専用と決めつけしてしまうのが俺の悪いところかもしれない。うっ、ブシュ。君は圧死しな。さすがに空中で扉には入れないのか。ってことはこの積み木崩しで。あのドアも気になるけど。あ、これでいけんじゃん。お、謎解き。まあ、落ちますよね。で？あ、もうダメだ。落ちすぎたからダメってことか。そういうことね。なるほど。ワンチャンス系だ。ちゃんと戻してから行かないとダメなんだね。シビアだね、意外と。え、でも、あのブロックにそんなに高速でダメージを2回与えるの。これでいいのか。シンプルな問題でしたね。これ体力は全回復と。やっぱステージの序盤に全回復しておくのはかなり重要だからね。また教科書に書いてあるのは分かりやすいことを言ってドヤ顔してしまった。僕は情けないよ。はい、容器の右下。容器ってなんだよ。このゲームをプレイした全ての人が思ったこと、それは、容器ってなんだよって話なんだよ。何、あたかもみんな知ってる感じの言い方で容器とか急に固有名詞出してきてってさ。わかんない人はわかんないよ。あ！今左行けばただ今お宝を損したの俺。まあ、そういうこともあるだろう。そういうこともあるだろうじゃダメだよ。このゲームちょっとジャンプに癖があって、なんかなかなかこうジャンプの上り下りが慣れないな。あの左上の空間気になる。いやー、こっちに落とさせてよ。せこいわー。しかもなんか後ろになんか動いてんじゃん。なんだよ。まだいける？あ、いけた。よかったよかった。もう終わりかと思ったよ、ほんと。チャンスはワンチャンスですのパターンが多いからな、ほんとにこのゲームは。しかもここもタックルでいけ、じゃあタックルでいかなきゃいけなかったんだ。はい、出た。はい、出た。一発で気づかなきゃダメですよ、パターンのやつ。タックルでいかないともう二度と。これ何？え？いや、地味。あ、そういうことか。これ、ただの攻撃じゃねえんだ。火だるまマリオの、これが必要なんだ。死んでるだろ、これ。チシチシっていうことですよ。あ、わかったわかった。はいはいはい。そういうことね。今、皆さん実践するから。え、どういうこと？って思ってる人はもうちょっとご辛抱ください。俺の実況には辛抱がつきもの。あ、逆逆。はい、反射。反射。登って。はい。もう一個あったな。あっちはどうやって行くんだ？物を持ってるとジャンプ力が下がるんだよな。ここの火は、ああ謎解きがあった。なるほどね。あの丸いのをここに持ってきて、取るって感じか。ドゥクシュドゥクシュドゥクシュ。ヘイヘイ。ん？何これ？
どういうことでしょうか。早い、そういうこと。あ、いけたいけた。なるほどね。この丸をうまく使わないといけませんよっていうことか。この丸さ、最初に置いてあるときは綺麗に置いてあるんだけどさ。一回転がるとなんか解像度がぐちゃぐちゃになるんだよ。解像度に闇抱えてる。ん？ああ、そういうことか。どういうこと？わかってねえんかい。わかったわかった。こういうことでしょ。こういうことでしょ。もうそろそろカエルちゃんスイッチが出てくるんじゃないかこれ。てかやっぱ一面にしたら難しいよね。いや、お大丈夫だろうな。今容器のやつ取り逃したけど。いや、まだ押したくない、カエルちゃんは。あ、押さなきゃいけない。そんなことある？しかもこの部屋なんだよ。ただの地獄じゃねえか。え、この部屋何これ、いる？この空間作る必要あった？カエルちゃんスイッチ押す？待って、あと何足りない？いや、なんもない！こんなことなる？この俺がやり尽くしたゲームにおいてこんなに詰まりますか？いや、でもきっとこれはこういうもんなんだよ。もし取れなかったらやり直すしな。着々と手に入っていくし。こっちはいけ。これ何これ。もう下気になるんだけど。これ今ミスった可能性高いな、選択肢を。ただダイヤ取れないとかあったらいいんだけどな。多分ただダイヤ取れるのできるでしょ。そんなことないかも。あのダイヤまた別の話かも。お前邪魔だ。そうだね、こうやっていけば取れるもんな。あ、上も壊していかないと三角を持っていけない。思ったより時間ないぞ。安心してる暇はないぞ。お、うまい。お！ CD ゲット、これは嬉しい。ちょっと今回は CD 取り逃しちゃったんじゃねえかと思ってドキドキしたんだけど。やっぱ俺ね、このゲームによってすごい CD を重要視してるからね、CD 取り逃すのは痛いんだよな。あれ？もうここ来ちゃった？待て待て。いやいやいや、これ、だってこれ最初の部屋でしょ、これ。え？一個ない！へぇー！いやー！嫌だ、そんなの許さん。そんなの許さんよ、俺は。どこだ？あったとしたらどこだ？ここじゃないのか。くそ。しょうがねえ。やり直すか。やり直すかっていうか、あとで、そこ取るとこだけ取るか。取るとこだけ取るかってなんか頭悪いな。もうだってこっち行けないもんね。終わった。お宝、お宝というか、
かけらを一個取り損ねた。これは恥ですぞ。しょうがないな。一回行くか。悔しい。一発で全部宝石、かけら取りたかったな。どこ取り逃した？いやー、しょうがない。ちょっと個人的にやるわ。カットで。ちょっと待て待て待て。おいおいおい。単純にただ、さっき入ればいいところは入ってな、あそこは入ったと思い込んだところが俺の範囲だったか。くだらねえ。しょうがねえ。じゃあそのままクリアまで出るか。でもここの謎が解けてなかったよね。ここに行くにはどうすればいいんだろう。こっちから行けるのかな？あ、これで反射が一回多くなるのか。あ、いけたいけた。あ、いけてない？ 失敗した。でも見えたね。そういうことでしょ。なるほどね。こっちを使えばいいのね。ここで、ここのジャンプで反射ごとに火が燃え移っちゃうからね。そういうことか。いけたいけた。報酬。俺、てっきりさっき容器のお宝取り逃してんの、こっちだと思ってたからね。甘かったなぁ。かけら取ってきましたよ。まあ結構今日はもういい時間になっちゃったんで、まあ、サウンドルームで音楽聴いてやめますか。これで黄色のステージ一面クリアと。あ、そうだ、その前にミニゲーム一個紹介しておこうか。ミニゲームもまあまあ長いんだけどね。いや、長いから、俺は今度まとめてそれでワンパート作るわ。じゃあ今日はやっぱりサウンドルームでおしまい。まず今日手に入れたのは、ここだね。立ちくらみの向こう側。聞いてみようぜ。病んでる中学生だろ。黄色の最初。やっぱり眠いね。スリーピーって書いてあるよ。聞いてみようぜ。
あ、寝てた、寝てた。あ、やっぱ眠いからね。寝ちゃったよ。よし、じゃあ終わるか。じゃあ次回もまた、左上でも寝てるやついるぞ。次回もまた見てくれよね。見てくれよねって。もう日本語もおかしくなっちゃったよ。いや、終わろう。じゃあね。